写真拡大。矢野虎の開幕センター争いが早くも激しさを覗かせる一方、投手では伊藤和夫投手29、飯田裕也投手28、島本博也投手25が沖縄キャンプに帯同する方向であることが18日に分かった。3選手ともさっき2軍で矢野監督が評価した選手、1軍経験の少ない投手を抜擢し、チーム内の戦力強化につなげていく。1、2軍キャンプメンバーの最終決定は近日中に開かれるスタッフ会議となる。ただ3人は1軍キャンプスタートになる可能性が高まっている。伊藤は2軍で抑えを任され、36試合に登板、20セーブでウエスタンのセーブ王に輝き、矢野阪神のファーム日本一に大きく貢献した。飯田、島本について指揮官は、俺はいけると思うと期待する存在。この日、鳴尾浜まで自主トレした伊藤はが、2軍とはいえ最後を任せてもらった。1軍で任せてもらえるようにと意気込めば、飯田もよりアピールしていかないといけないと気を引き締めた。また投手陣全体でも昨年の20人から22人前後の1軍帯同を予定している。